皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。くしたにライディングメソッドサーキットで遊ぼうの小川です。今回はサーキット走行必須アイテムやお役立ちグッズは何です。はい、サーキット走行ですね、やっぱり自走で行くことを考えるとですね、なかなかたくさんのものを持っていくことはできません。ただですね、持っていった方がいいアイテムとか、現地でリラックスする方法とかあるので、今回はその辺をお伝えしたいなと思います。サーキットに行くときって、はい、まあ、バイクで行くんですけどね、はい、荷物とかあるじゃないですか、はい、何が必要でどういうふうにしていけばいいのか、ちょっといまいち分かんないですよね。そうですよね。特にサーキットね、通い慣れてないとなかなか何を持ってっていいか分からない人が多いと思います。僕も結構自走でサーキット行ったりするんですけど、装具を着ていくパターンと着ていかないパターンもあるんですけど、まあ、着ていくパターンだとだいたいこういう感じの装備で行くことが多いですね。まあ、タンクバッグか、つなぎ着てるとコブがあって、リュック背負えなかったりするんで、ウエストバッグか斜めにかけるかどっちかで持っていくんですけど、なるべくやっぱり荷物は減らしたいんですけど、サーキットで快適に過ごしたいっていう気持ちもあるので、簡単な着替えを持っていくようにしてます。着替え、はい、走行と走行の間が1時間とか空いたりすることがあるので、その時にやっぱずっとつなぎ着てると結構きついんですよね。やっぱり重たいし、ちょっとやっぱ前傾のバイクに乗るようにライディングフォーム作るような形になってるので、くしたにのつなぎすごい柔らかいんですけど、スポーツライディングするような形になっちゃってるので、走行と走行の合間を脱いでこういったものに着替えたり、もちろんインナースーツも着てるんですけど、インナースーツだけでうろうろしてるとちょっとね、なんかピタピタしてるじゃないですか。おじさん的にはあんまりかっこよくないかな。ね、あんまかっこよくないので、まあ、T シャツと動きやすいパンツとに着替えることが多いですね。まあ、あと靴も今レーシングブーツですけど、スニーカー持ってったりとか、そういうことはします。まあ、走行会によってはテーピングとかそういうものが用意されてるんですけど、ない場合もあるので、ミラーとかウィンカーとか部品をテーピングする用のガムテープも持ってたりとか、バイクによってはミラーを外すことがあるので、まあ、簡単な工具を持ってったり、まあ、エアゲージを自分で持ってったりとか、そういうことはします。あとはまあスケジュール表、やっぱ自分の走行をちゃんと把握するっていう意味でも持ってた方がいいかなと思っています。結構忘れちゃうんですけど、免許証は自走で行く場合持っていくと思うんですけど、保険証とかそういうのを持ってった方が何があるか分からないので、もし転倒してしまうこともあるかもしれないので、免許証、保険証とかそういうものはきちんと持っていた方が良いと思います。快適に過ごすっていう意味ではこのぐらいを持っていくと良いのかなと思います。はい、今回のトリビアはレーシングスーツを着ないで自走でサーキットに行くにはです。はい、サーキットというとですね、やっぱりレーシングスーツを着ていく、自走組はね、そういうふうに考えますけど、僕は最近つなぎを着ないで行くこともあります。サーキットまでの距離とかそういうのもちょっと関係してくるんですけど、やっぱり行く過程で疲れてしまったりとかそういうのもあるので、つなぎを着ないで行くこともありますね。つなぎをですね、まずリュックに入れます。で、それ以外の装備は基本つけていきます。ブーツ、グローブ、あとバックプロテクター、チェストプロテクターといったものは、基本、テキスタイルの下につけていくような形になりますね。で、インナーは、もちろん着ていきますし、でリュックと一緒にですね、T シャツとか、細かな着替えなんかも入れていくことが多いです。やっぱりそうやっていった方がですね、ちょっと行き帰りの、つなぎを着てるっていうのはやっぱ重量的にもですね、フォーム的にも結構動きづらかったりするので、サーキットではね、もちろんつなぎ着て乗るのが安全だし動きやすかったりするんですけど、一般の道路ではやっぱり重さだったりとかそういうのがあるので、着ないでいくとちょっと疲れが軽減できるんじゃないかなと思って、そういう方法を取ったりもしています。